はい、どうも皆さんこんにちは、ボドカです。というわけで、今日はですね、本日はですね、今日からまた新しいちょっと動画を始めようかなと思いまして、まあいつもね、すぐ終わっちゃうんですけど、まあ実写動画ということで、ちょっとタイトルをしっかりとつけて実写動画始めようかなと思います。まあ Vlog ということで、ブログなんですけど、まあビデオブログということでね、ちょっとやっていこうかなと思います、これから。で、まあ、今からこういう系の動画でこういうタイトルで上げるときは、まあブログって上げるときは実写動画が多くなると思うんですけど、まあ何々を買ったよだとか、まあ基本的に何々を買いましたみたいな感じのね、動画をまたゲーム動画とは別にもう一つその日はアップロードしてブログって形でね、ちょっと残していこうかなと思います。というわけで今日は記念すべき第1弾ということで、第1回目ということで、こちらでございます。ででーん。マウスとキーボードの紹介でございます。ということでね、やっていくんですけれども、今ね、まあ、マウスとキーボード普通に持ってます。で、マウスがスティールのライバルっていうやつで、まあ、これはちょっとね、勝手にカーソルが動いたりして、ガチで買い替えようと思ってたので、まあ、このゾーイっていう新しいマウスに買い替えたんですけど、キーボードの方はね、リアルフォースのなんか、割といい、今このソフマップで買ってきたこのロジクールのやつ 14,630 円なんですけど、今まで普通にまだ壊れてなくて現役で使える、この、リアルフォースは 22,000 円くらいしたかな。うん。で、使ってたんですけど、ちょっとね、飽きたので、新しくね。飽きた。ただそれだけです。でも多分ね、そのうちまた戻すと思う。リアルフォースに。リアルフォースっていう、やつはマジで使いやすいからな。マジで使いやすいんですよ。というわけで、うだうだしててもしょうがないので、開封の儀に移っていきたいと思います。はい、というわけでね、開封いたしました。ててーん、てててててーん。中身はこんな感じになっております。まあ、外からはちょっと想像もつかなかったっていうか、どんな感じなのかわからなかったと思うんですけど、ものすごくシンプルなデザインとなっております。いや、憧れてたんですよね、実は。密かに。ゾーイっていう。これ、BenQの、なんか、e スポーツ独自ブランドみたいな感じのやつで、すごいね、プロゲーマーとか、海外の有名な、めちゃめちゃ有名なプロゲーマーとか、もう好んで使ってる。めちゃめちゃ、みんな使ってるね、この、ゾーイのマウスでございます。まあ、みんなからしたらね、スティールシリーズだとか、あとは、なんやろ、レーザーだとかが一般的で、まあそっちを、ゲーミング、マウスといえばそっちって言うかもしれないですけど、ちょっとね、やり始めると、ゾーイとかを選ぶ人も割と増えてくるんですよ。ちょっと深く入り込んでしまうとね。これめちゃくちゃいい。めっちゃいい。まず、こうやってやった時のフィット感が、今まで使ってたのに、いいんよ。ほんまにフィットする。マジで使いやすい。絶対使いやすい。これはやばい。で、クリックも軽いし、めちゃめちゃいいですね。これ繋ぐとここが赤色に光るんですけどね。後で見てみましょうか。で、シールと、こんな感じで説明書。まあ、この2つはどうでもいいからな。どうでもいいからポイとしていいんですけど、いやー、ほんまにな、楽しみや、これを使うのが。俺別にそんな PC ゲームめちゃめちゃやるわけじゃないんですけど、なんかいいものを欲しい症候群なので、あー、いいこれもまた、いいものが欲しい症候群なんで買っちゃいました。はい、次ですね。次は、この、キーボードでございます。ロジクールの、新しく出た、10キーレスの、ちょっとちっちゃめのキーボードでございます。では、開けていきましょう。はい、というわけで、開封いたしました。こんな感じでございます。ケーブルはまた別でね、ついてきてて、こっちのなんか、ナイロン加工っていうのかな？デスアダーのケーブルみたいな感じになってます。デスアダーのケーブルだったり、SIM4 で標準でついてくるようなケーブルの素材になってます。まあ、こんな感じですね。で、音はね、どんな感じやろ。こんな感じ。まあ別に青軸ほどいいわけじゃないかな。これ何軸なんやろ？多分赤やと思うんですけどね。押し心地的に赤なんか緑なんかようわからないですけど、多分軽さ的に赤な気がするんですけど、わからないです。何軸かは知らない。ただ軽いですね。めっちゃ赤軸並みに軽いです。スカ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 言ってるでしょ。これがいいんですよ。で実は光ります。これちょっと接続してみますね。で接続する前に今まで俺が使ってたねキーボードはこちらになります。リアルフォースのなんて型番か忘れちゃいましたけど乗って91UBKS ってやつですね。こちらを使っておりました。大きさ的にはね、今まで使ってた、このキーボードと、今から使おうとしているロジクールのキーボード、変わらないです。全く。ほぼ一緒です。ほぼ。重ねても、一緒ですね。一緒なんですけど、なんやろな、文字とか打つのは 100% こっちの方がいい。ただ、ゲームやるってなると、俺はロジクールのこっちの方がいいかな、とは思います。ただ、こっちの押し心地は、マジで、神中の神っていう、ゴッドオブゴッドなので、多分そのうちこっちにまた戻ってくると思います。はい。じゃあ、というわけでね、うだうだやっててもしょうがないので、ちょっとつなぎますか。つなぎまーす。よいしょ。はい、ということで、接続いたしました。こんな感じでございます。光るんですよね。光るんですよ。こんな感じで。いいでしょう、結構。なんで、光るんで結構いい感じなんですよね。なんでって言ったらあれなんですけど。で、これ、虹色に光るんですけど、虹色だけじゃなくて自分で設定できて赤とかにも色々できる感じらしいです。自分の好きな色にね。で、俺は赤にしようかなと思ってます。で、実はなんで赤にするかというと、このゾーイタソと一緒にこんな感じでね、これを赤にして並べたいなと考えてるの。ゾーイのマウスかっこいいでしょ、これ。これめっちゃかっこいいねんて。実はわからんと思うけど。これね、実物見るとめちゃめちゃかっこいいから、この赤黒ってのがまた渋いよな。渋いんよ。めっちゃいい。めっちゃいい。ちょっと、あれやけど。はい。めっちゃいいですね。で、これとこれを並んでね、ちょっとこれから使っていこうかなと思います。ちなみに、スピーカーは、なんか、こんな感じのボードのやつ使ってて、で、PS4 とかの、音声統合は、アストロの A40。アストロなんかミックスアンプ使ってます。で、なんやこれ。マイクはブルーイエティっていうね、イエティマイクってやつを使ってます。はい。こんな感じでございます。いやーよかった。久しぶりに、俺あんまり普段からそんなバシバシ買い物するわけじゃないんですけど、久しぶりになんかいい感じの買い物をした気がします。はい。というわけで、今日はなんか適当なブログ第1弾でございました。これからはちょっとね、ウェブカメラとかを買ってやろうかなとも思っているので、自分の体を映してね、そっちの方が楽なんで、こうやってカメラ、今、ビデオカメラなんですけど、そのビデオカメラを動かさずにできるんで、モニターに固定して、で、自分はそうやな、顔が映るのめんどくさいから、お面とか被ったりしてね、ちょっとこれからブログ動画も上げていこうかなと考えております。というわけで、今日はこんな感じで短い動画でしたけど、終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバーイ。